京都舞鶴女子高生殺害事件。2008年5月6日、深夜に家を抜け出した女子高生が、8日朝になって遺体で発見された事件。1時過ぎ頃から男と2人で歩く姿が防犯カメラに映っており、2時過ぎにも2人の姿が目撃されている。遺体発見現場の雑木林まで2人で入って、後に殺害されたと見られている。なぜ被害者が自分の足で雑木林まで入ったのかが最大の謎とされている。謎1、深夜に家を抜け出した被害者。防犯カメラに警戒心のない感じで映っていること、長時間歩いて話をしていることから、ナンパなどではなく待ち合わせをしていたと思われる。午前0時50分頃友人に国道沿いのドラッグストア付近にいる、と携帯電話で通話、兄にメール、ブログに投稿。このことから待ち合わせ時刻は深夜1時あたりだろう。では、誰と？出会い系、もしくは SNS サイト、しか考えられない。出会い系ならメールや SNS を調べればわかるはずだが、番組で母親は娘を、そんなことをする娘だと思いたくない、感を醸し出していた。だから娘の携帯や、家族共用のパソコンを、警察に提出しなかったのではないか、外部のパソコンで、待ち合わせ場所と時間だけ決めていた可能性もある。被害者少女も、母親の出会い系に対する嫌悪を知っていたので、親の寝静まる深夜に待ち合わせた。犯人は出会い系でやる気満々で会いに来て、被害者はそんなつもりではなかった。もしかしたらお前は、良い感じの会話をしていたかもしれない。謎に、被害者が雑木林まで自分の足で来た理由。状況から遺棄現場イコール犯行現場とされており、なぜ被害者が現場まで来たのか謎とされてきた。やりたい男と、交わす少女、そんな感じで歩きながら事件現場まで来たとき、いい加減にしつこい、と拒否され、さらに帰ろうとする被害者を、後ろからチョークスリーパーの形で、無理やり林の中へ連れ込む、首が締まったまま引っ張られていく被害者、チョークスリーパーは締めている人間から離れるより締めている人間の方に体を預ける方が楽、そのため意識のある数分間は、連れて歩くことは容易だろう。斜面は被害者を前にして、加害者が後ろに体重をかけながら降りていけば可能。犯人はおとなしくなった被害者の衣服を脱がしていくが、息をしていないことに気づく。苛立ちや後悔などからそばに落ちていた何かで被害者を殴打。その後怖くなった犯人はそのまま逃げた。指紋や DNA が残っていなかったのは、慣れているというより、たまたまだろう。夜はまだ肌寒く。手袋をしていても不思議じゃない。犯人の推定年齢は、当時17歳から23歳、土木関係なら25歳まであり得る、会社勤めではない。この事件、防犯カメラより、被害者が使った SNS ツールを徹底的に調べるべきだったと思う。女性の方も、男性の方も、初めてネットの人と会うときは、昼間に、カフェなどで会って相手を知ることを心がけましょう。以上、最後まで見てくださり、ありがとうございました。